いつも ADMJ TV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日私島田と、はい、お友の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、本日はショップチャンネルネットアイテムのご紹介ということで、はい、素晴らしい新作たちをご用意しまして、8月18日金曜日から、うん、販売をさせていただくラインナップのご紹介でございます。はい、いっぱいあるの。いっぱいあるんですもん。クマンリム、これ人気のね、エリートートの大小両色あるんですか。そうです。小さい方のナチュラルも大きな方のブラックもご用意をしております。今改めて見て、はい、やっぱりいい。そう、もうなんかでもこの、ね、置かれてる時の立ち姿の美しいこと、はい、なんですかこれ。やりたかったんですけども素材がなくて。そうですよね。あ、できない。このトート型はできなくて、もちっちゃいのをちょっとやるぐらいで、本当にこの大容量、これ1枚をトートにしてるんですよね。そうです、はい、こっちね。今ね、でも両方、はい、両方ともないだから、はい、すごい贅沢だし、ね、なおかつ美しいし、でもなんか多分今年買ってもこれ10年先も20年先も30年先もちゃんと今感を感じるタイプだよね。毎日今クバンリム使ってるんですけど、はい、ナチュラル使ってて、はい、全然汚れないし雨にも大丈夫だし、すっごい鼻の穴の膨らみ方がめちゃくちゃ自慢げな顔でした。私のちっちゃいバージョン使ってるんですけど、2人でもうクバンリム生活。いやー、本当に素敵です。本当に、はい、やっぱりいい。いや、もうね、いいっていうか軽いし、はい、そしてこのなんかこの朝のね、綿朝のナチュラルなのに撥水だから、これで撥水ってちょっと信じられないんですよね。で、やっぱりこういうカジュアルなに見える素材って、はい、使っていくうちにくしゃくしゃになるじゃないですか。そうですね。そう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 、特に朝が含まれてると。でも NO 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 いいですよね。結構使ってるよね、うん、綺麗なまま。やっぱりあの真ん中にこう両方貼り合わせで、はい、綿朝を貼り合わせてる中にちゃんとこう PVC の本が入ってるので、はい、それがね、芯代わりに、バッグの芯代わりになってるので、いやー、これはなんかレディースでこの素材を使ってるバッグブランド、ちょっとないですよね、メンズだと。はあ、見たことないですね。リーヒル、うん、リーヒルさんで。ああ、リーヒルさんで。でももうポーチでした、リーヒルさん。ほぼほぼ言ってる。リーヒルさんですよね。でも、本当にびっくり価格ですよ。こんなポーチなのに、えっていう。どれテリアって。おー、うえぇ、そうね、これ買った方が本当ですね。こっちが買った方がいい。本当に私もちょっとびっくりしました。そんな今値段つけてんの、うん、そう。こんなちっちゃい方が。おいおい、本当ですか。本当そう、お客さんに見せたいけど、こんなみんなでね、盛り上がっても。多分お客さんは店頭行かれる。あるいは今検索された。はい、そうですね。その値段です。あらららって思われております。もう本当に ADMJ はちょっと大丈夫かなっていうぐらいですが。はい、そしてこの、今回、島田さん、このラインナップ、どういう感じで選んだんですか。これはもう4月にご紹介させていただいたコレクションの中で、うん、もうあれも出したい、これも出したい、まだまだ本当はあった中で、一押しの各素材の私が一番好きなシリーズでご紹介をさせていただく。うん、まさに今手に持ってるのもそうだよね。そうなんです。これ好きですよね。デイビス、はい、好きだよね。新型のワンショルダー、かわいいですよね。ファスナーでこのように開閉ができる。しかもカラーバリエーションが5色展開ということで、今回は全部無地のラインナップになるんですけども、はい、まあ、この子も新色なんですけども、ぜひ8月18日アップされたら全色ご覧いただければと思います。全部あるんですね。アッシュもあるってこと？アッシュも、はい、社内在庫残り少ないアッシュなんですけども、ショップチャンネルさんのネットには二方ともアッシュ出てきます。入手困難でオンエアではできないですよね。できないんですよ。そうですよね、やっぱりそうなんだ。はい、新作ウォールナット、それからこちらの大きなトート、うん、アッシュでございますね。はい、が出てませんけど、ネイビーであったりブラックであったり、もうね、素敵なカラーバリエーション、うんうんうん、豊富にご用意しております。はい、そして、うん、あ、ビッテリアルマンの新型のこのコンパクトウォレットとコインケース。何があったのよ。何があったのよ。私予約で黒のバッグをビッテリアルマンを試着したんですけど、はい、ピアノさんに
アルガに変えてもらっちゃいました。やっぱりカーキがどうしても欲しくなっちゃって。そう変えてって言われて。そう。そうやっぱり指にカーキ。で、お財布も、はい、カーキ。気になる。え、それ、な、一晩もやっぱ眠れなくなった感じだったわけ。あの収録してから、やっぱりカーキだわ、私。と思って。収録やっとすぐもうさ素になりすぎすいません、ね、おやすさんはこのアルガですね。アルガどれ、はい、どれがもう一回お客様にはこちらのカーキ系アルガがあるのやめよもうねお客様ごめんなさいアルガがあるのってそしてごめんなさい何、引き手がこのリアルクロコダイルのフレージングクロコダイル商品説明はなしでって平野ちゃんからすっごい言われて、はい、新型なんですお客様新型なんです、はい、失礼しました。もっと伝えなくてはいけない重要なあるがそうですね、こちら今ご用意しているエクスクルーシブがあるんですよね。そうなんです、グラファイトというこのグレー系のお色なんですけども、はい、今こちらにあるのはサンプルなんですがショップチャンネルネットだけどれがグラファイトかちょっとグレー系のグレー系持っていただいてこの子ですね、はい、もともとついてるこの B のカラーではなく、はい、ショップチャンネルのネットだけえこちらの手に持ってるショップのネットだけそれにするのそうなんです特別アイテムローズライトローズでこの特別カラーでご用意をさせていただきますのでまたここ注文集中じゃないですか。はい、うん、ここでしか買えないってことでしょ。そうなんです。もうやめっこよそういうことのコンパクトモルトでもめちゃめちゃ小技じゃない通話なんだね。分かる人は分かるんじゃないでしょうか。 ADUJTV のこのマニアの皆様がこれこれっていう、はい、そうですね。いやでもこのねヴィッテリアルマの素材、はい、そしてこのコンパクトなお財布たちは、はい、結構注目度お客様から高くて、はいね、松屋の店頭に見に来ていただいてまだご覧いただけてないタイミングでは、はい、かなりお客様見たいからじゃあ入荷したら教えてくださいっていうお問い合わせ本当に多かったんですよ。こういうケースもしっかりですけど、はい、この新型のウォレットも非常にたくさんお問い合わせいただいてますね。多分触れてみていただきたい素材の一つでもありますよね、はい、いい素材ですよね。あでそれをこのお財布と、コインケースとケース、ね、それもラインナップに入るの、はいはい、おショップチャンネルネットアイテムちょっと気になるものをずいぶん並べましたね島田さん。そうなんです気合入ったね。はい、8月の18日金曜日の0時、はい、818、はい、818ですね。この日のもう0時にはアプリないしは、ネット上でご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。はい、はい、何かございますか大丈夫ですねお客様に何かほらお聞きしてそうですねどうでしょうこの新作を持って皆様8月えじゃちなみに、はい、このラインナップ島田さんの一押しどれですか。はい、全部なんですけどいやどうだこれ難しいですね。ちょっとじゃあ稲垣さんに持っていただきたいイメージの一押しはクバニンのこのトートバッグ、はい、持ちたいです。絶対お願いします。やっぱりいいですね。クバニンのとにかく欲しい素材、うん、やっぱり欲しくなった。持っていただきますか稲垣さん。私がですか今ですか、はい、よろしいですか。あ、はい、ありがとうございます、はい、すいません。これ絶対持っていただいた方が、はい、ありがとうございます。ね、コンブレに前持っていた、はい、コンブレに持ちました、ね、はい。いやー、やっぱりそうですよね。これいいね。素敵です。この肌触り、あ、この可愛らしい結局どれも全部好きじゃんっていう。でも本当に皆さんにね、はい、納得していただけるラインナップを島田さん選んだの で、はい、ぜひね、こちらのよいしょ818のネットアイテム、はい、金曜日ですけれども、はい、ぜひ皆さんねこちらもチェックしてくださいませ、はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。